はい、こんにちは。今回なんですけれども、本日9月11日からアイスクリームイベントがスタートいたしましたということでね、イベントがスタートしたと同時にお題も公開されています。で、今回のお題の内容を分析しつつ、イベントをねどうやって進めればいいのかっていうのをね解説していこうかなと思います。まずはステージ1と2から見ていきましょう。ステージ1は、今回は非常にその前回と比べてお題の内容が簡単になっています。で、ステージ2を見るとお題の内容がね、キノコ怖そうが連続して続いていますね。ステージ3と4は全体的にキノコが多めですね。これはまあ破壊要求数がでもまあ2個とかが多いんだけれども、まあ毎日キノコストップがかかりそうですね。お題がねじっくり見たい方は、この動画のねコメント欄にリンクを貼り付けておきますので、そのねリンクから確認をしてください。前回のイベントのお題と内容を比較してみると、実はねお題自体はかなり簡単になっています。歩数はなんと前回よりもね1万1000歩ほど少なくなっていまして、キノコも前回33個破壊しなくちゃいけなかったのが29個まで減らされています。で、季節の花の花植えは前回と変わらずで、それ以外の花植えっていうのは季節の花以外の花植えです。それはね800本ほど増えています。まあ、800だからそんなに大きく増えたというわけではないですね。で、ここでね難しそうなお題を紹介していきます。まずは黄色ヒガンバナを1000植えるお題です。これは黄色ヒガンバナっていうのは極端にね入手機会が少ない花になっていまして、まあ、去年のコミュニティデーとか頑張った方だったらねまだストックしてあるかもしれないけれども、最近始めた人にとってはね入手機会が少なくて全然足りてないというね方が多いのではないでしょうか。だからね、この黄色ヒガンバナ、黄色いキノコから狙うか、あとはね白ヒガンバナを200植えて、黄色い花を100植えて黄色ヒガンバナを咲かせるみたいな、まあ、そんな感じで、まあ、白ヒガンバナに関しては不思議なキノコをねたくさん壊したでしょうから、おそらくね多くの方が溢れてると思います。その白ヒガンバナを使って黄色ヒガンバナを狙うというね遊び方もねいいんじゃないかなと思います。お次は赤ヒガンバナを2000植えるお題です。これはね結構ね難しいんじゃないかなと個人的には思ってます。一応ね赤いヒガンバナウィークリーチャレンジから手に入りはするんですけれども、手に入る枚数がめっちゃくちゃ少ない、実質手に入ってるのかどうかねちょっと怪しいレベルなんですよ。確か10枚とかしかもらえないんですね。だから実質ですね、黄色ヒガンバナと同様かなり難しいお題になってくるんじゃないかなと思います。で、去年遊んでいた方だったら多く持ってるかもしれないけれども、今年から遊んだ方にとってはかなり入手が困難な花だろうから、まあ、黄色ヒガンバナのね入手と同様に赤いキノコから狙うか、それから先ほどみたいに白ヒガンバナを使って赤ヒガンバナを咲かせるみたいな、まあ、そんな感じで遊ぶと良いんじゃないかなと思います。最後に青なでしこを3000植えるお題です。これね結構ハードですよ。青い花なのに植える花の本数が3000とね要求数が多くなっています。で、このお題をクリアするためにはやっぱりね青いキノコを壊すのが一番だと思います。現在ね青いキノコを壊すと必ず青なでしこのねエキスが手に入ります。だからこれに関してはコツコツ集めていくのが、青キノコを壊してコツコツ集めていくのがまあ良いんじゃないかなと思います。あとはねこちらに関してはウィークリーチャレンジをクリアすることでね結構まとまった量の花びらが手に入ります。だからウィークリーチャレンジの花植えの方のチャレンジをね何度もおかわりするというのもね全然ありだと思います。で、コミュニティではね頑張るのもかなりねいいんじゃないかなと思います。今回のコミュニティではなでしこだから、そこでね青い花をね植えることによってね、なでしこ、青いなでしこを確定で咲かせることができるので、ね、コミュニティで当日には青いね花をね植えてみてください。それで今回話した通り、いくつかの花びらの入手がね非常に困難になっているんですよ今回は。
だから花びら目当てでね、プレミアムパスを買うのはねありなんじゃないかなと思います。プレミアムパスを購入するとステージを一つクリアするごとに季節の花のエキスをね、まとまった量、大量に30とかかな、一気に手に入れることができます。それをつぼみのピカミに与えると花びら一気に60枚ぐらい手に入ります。だから今回はですね、花びらが足りていない人にとってはプレミアムパスのね恩恵がかなり強いと思いますね。ただね、このプレミアムパスをね買うにあたって、ま、苗目当てで買うんだったらね、ステージ4の3までこのねプレミアムパスの購入を保留数にすることはできるんだけれども、エキス目当て、エキスとか花びら目当てで買うんだったら、もうステージ1の段階から買ってしまいましょう。このプレミアムパスはステージ1をクリアした段階でもうボーナスエキスをもらうことができます。エキスとか花びら目当てで買いたい方はステージ1から購入することをおすすめします。そしたらお次は今回のイベントのリワード、こちらを見ていきましょう。今ねこれ右側に映しているんだけれども、今回はエキスのリワードがなくなってますね。今回ね、結構ルーレットを回してみた感じ、花びらのリワードしか出てこないです。季節の花を使っ、季節の花のリワードが出てくるんですよね。で、この季節の花はイベントのお題で使うリワード、イベントのお題で使う花だからありがたいっちゃありがたいんだけれども、ただね、やっぱり入手量が3枚だったり5枚だったりするから、まあ外れっちゃ外れですよね。それで今回ね、まあイベントのお題の内容がちょっと簡単になったと話をしたんだけれども、その分ね、イベントの期間が20日とね、短めになっております。これがね結構肝で、まあ、無課金でね壊せるキノコの数は20日 ×1 日3つの60個です。でステージ1から4すべてをクリアした時のキノコの破壊要求数は先ほど話した通り29です。つまりステージ8まで進めるんだったらキノコを58個壊す必要があります。でギリギリですよ、ギリギリステージ8まではまあいけるんだけれども、それは理論値的な話なんですよ。毎回キノコストップがかかるようにお題をね丁寧に進めた方だったらギリギリステージ8までいけるという話であって、そこまでねストイックにピクミンブルームやってる方のが少ないから、おそらくほとんどの方が無課金の方、ほとんどの方はねステージ6とか6はないか7ぐらいで止まっちゃうんじゃないかな。だから今回はねプレミアムパスのね購入をねちょっとね考えた方がいいというか、プレミアムパスを購入するだけではそのイベントのねピクミンをね完全にコンプリートするというのは難しい可能性があります。どういうことかというと、プレミアムパスというアイテムはステージ8以降まで進めて初めて価値が出てくるアイテムなんですよ。だからパスを買うんだったらおかわりチケットもねおそらく使うことになるんじゃないかな。プレミアムパスを買ったのにステージ7で止めてしまうというのはめちゃくちゃもったいないです。どうせ買うんだったらステージ8まで必ず進めた方がいいです。だからプレミアムパスプラスおかわりチケットと課金することになるんじゃないかな。パスを買うだけではね今回は終わらないと思います。ただね今回そもそもデコの数がね7種と少ないんですよ。これだけ少ないからイベント後半にね発売される欲しいピクミンがもらえるチケット、これを購入すれば案外なんとかなるかもしれません。あとね今回のイベントはねポストカードのデザインが新しくなってるんだけど、早速見ていきましょう。どんなデザインかな。おお、これチョコミントですね待って、このポストカード渋すぎるマジでこれ渋いねちょっと。まあまあでもいいでしょう。ちなみにこのデザインはね多くの数が4種類あるんですよね。すごいよね。次は何かな。あーチョコミントですね。別のデザインも見てみて、なんか来るかな新しいの。あー来た来た、これパフェだ。いや今回のポストカードかなり集め買いがありますね。いやいいねこれ。さ、おー美味しそうなパフェですね。こんな感じでポストカードのデザインが非常に可愛いんでね、今回ねお使いをねたくさん出してみてください。で今回イベントのねステージ1が非常に簡単だったということもあり、ステージ2までもう僕は進めてしまいました。でステージ1をクリアした時にね金の苗をもらったんで、今回は最後にね金の苗を開けて
終わりにしようかなと思います。よいしょ、何かな。お、一発目で弱ピクミン来たの。僕の中では結構珍しい。僕はね、一発目はね、羽ピクミンがねかなり多いです。羽か黄色が多い。さあ、岩ピクミンどんな見た目かな。おお待ってこれアイスの中に入っちゃってるってか、めっちゃ震えてる。岩ピクミン絶対寒くないでしょ、岩なんだから。あ、これいいね、デザイン最高ですね。はい、岩ピクミンゲットです。はい、ってなわけでね、今回はアイスピクミンイベントのね、お題の解説をやってみました。参考になりましたら幸いです。ということで、今回この辺で以上とさせていただこうかなと思います。それじゃあ、ありがとうございました。これデザイン的にかなりたくさん集めたくなるな。あ、これめちゃくちゃ可愛いぞ。これなんか普通に、なんだろう、愛着が湧くね。今回のイベントはちょっと僕ガチローかな